今回は9月15日の調整で降下時間が 8.3 から 9.1 になった UC 両党の主役です。お相手のデッキが調整点マシマシなので、そちらは後ほど解説していきます。この頭で描いた通り、負けました。突破せよ、突破せよ、頭を丸めねば。さらせ、ライド。世界一いらないカットイン入りましたね。飛騨兵は迎撃取れなくなったのですが、少しでも手前で撤退することで関羽の騎乗を遅らせたいので下げます。死ぬだけ、こんなもんだ。見下ろせ、やるんだ。まずは学力772から85に向上刻印になりました。永続計略持ちなので、撤退させない立ち回りをする場合、刻印は気にならないでしょう。突破せよ、頭は冷えた。突破せよ、見下ろせ。突っ込むぜ。ライドせよ、存分に武を振るえ。中期の大号令は武力プラス3から4になりました。被災正規との相性も相まって、かなり強力な計略になったと感じます。皆の者、決死の覚悟で進むのだ。罠で屈するか。師匠、負けました。腐らせ、垂れちまった。寝起きの一尾を捌く時だ。盤面有利に見えますが、旧作を知る身としては中期相手にここで攻めることはできません。それくらい警戒してもいいカードと思っています。進め。
将が愚のもとに存分に武を振るえ。皆炎のごとく攻める時だ。とっておきの一尾を裁く時だ。兵力は余剰分があったので、ここは青で良かったと思います。諸葛凛は29カウント以降で発動した際の速度上昇値が上がりました。俺の怒りをその身で受けろ。反り落とせ。今回はもう1試合あります。お相手のデッキが最大武力7かつ伏兵なしなので、開幕は中央に固めて一気に行きます。こちらは総武力30あるので、乱戦で負けることはないでしょう。この頭で描いた通り、行きます。まだ倒れぬ。病弱でなければ。ライド遅いわ。ライド気合を入れて進め。歩み始めましょう。行きます。遅いわ。
病弱でなければ今乱世の幕は上がり勧誘が天下に立つ。欲張りたくなりましたが、早々と候補数の2部隊入っていればよしとします。決断願いたい。死ぬだけこんなもんだ。ライド遅い。行きます。曹操派、今回のエラッタで攻略使用時にカーナを消費しなくなりました。突っ込むぜ。少し士気は溢れますが、友軍がたまり25カウントで発動できれば理想的です。とっておきの一味を裁く時だ。幽玄長将は15カウントと長めなので2回目がありそうです。こういった使い方もできるので市場の掌握との相性は良さそうです。寝起きの一味を裁く時だ。死ぬときゃこんなもんだ。腐らせ。頭を丸めねば。まだ倒れぬ。相手がちゃんと攻めてきてるので本気でやります。頭が消えた。これはおまけだ。ご視聴ありがとうございました。